ノースウエストオリエント航空2501便墜落事故は1950年にアメリカ合衆国で発生した航空事故である。乱気流に巻き込まれ墜落したとされたが機体が発見されず詳細は不明である。ノースウエストオリエント航空2501便はニューヨークラガーディア空港発でミネソタ州ミネアポリスとワシントン州スポケーンを経由し、ワシントン州シアトルに向かう。 アメリカ大陸横断便であった。運航はダクラス DC-4 レシプロ旅客機で行われており、乗客55名、乗員3名が搭乗していた。1950年6月23日のシニアに、飛行中、事故の起きる少し前に、当該機は完成に2500フィートへの降下を要請したが、航空路の作装を理由に拒否された。 23時15分に行われたそのやりとりの後、2501便は消息を絶った。この時の推定位置は、ミシガン州ベントンハーバーの北北西20マイルのミシガン古城である。墜落地点と見られる湖面では、オイルや乗客の持ち物など軽い流品が浮遊しているのが発見された。だが、音響探知機等を使用して捜索したにもかかわらず、機体は発見されなかった。 これは、ミシガン湖の墜落現場の固定は、水深50メートルであったが、泥が約10メートル堆積していたためであった。事故原因については、活発な乱気流の空域に突入し、機体の構造破壊もしくは、操縦不能になって墜落したと推測されたが、墜落原因の明確な根拠を見つけることは、できなかった。現在でも、ミシガン州にある、非営利組織である、 ミシガンシップレックリサーチアソシエーツが他の沈没船と同様に固定にあるはずの2501便の機体を捜索しているという、ありがとうございます。